テレビの砂嵐伝説。テレビが番組の放送を終えると、画面は砂嵐と呼ばれる状態になってしまう。この砂嵐にも様々な伝説がある。砂嵐を30分以上眺めていると死んでしまう、あるいは精神が参ってしまうというもの。砂嵐の中に砂漠が現れ、そこに出現したアラビア風の衣装を着た美女によってテレビの中に連れて行かれてしまうというもの。映像が 3D アートのように立体的に浮かび上がり、その中に殺人現場が浮かび上がるというもの。ちょっとエッチな映像が浮かび上がるというもの。また某国営放送の放送が終了した後には受信料を払っていない者の名前が流されるという噂まである。いずれにせよ、深夜まで長時間テレビを見るのは体にも良くないということだろうか。中にはちょっとお得な噂も混じっているようだが、その際にもテレビから離れ、部屋を明るくして見るように心がけた方が良いだろう。